アントン・ジュリアン・ファーディナンドは、イングランド・サザークク・ペッカム出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。サッカー・イングランドを代表でキャプテンを務めた、リオ・ファーディナンドは実刑。また、いとこにあたるレス・ファーディナンドとケイン・ファーディナンドも、サッカー選手である。ユース時代は、ウエストハム・ユナイテッド FC ・アカデミーで過ごし、2003年にトップチームデビュー。5年間で、 リーグ1100試合以上に出場した。2008年8月27日、サンダーランド AFCA 移籍金800万ポンドで加入。ロイキーインが引き大型補強を進めるクラブと4年契約を締結した。2011年8月31日、プレミアリーグに昇格するクイーンズパークレンジャーズ f c へ3年契約で移籍する。2014年8月11日、 チャンピオンシップのレディング FC と2年契約を締結。2015から16シーズンをもってマデースキースタジアムを去り、8月27日にリーグ1のサウスエンドユナイテッド FC と1年契約を交わした。2018年9月14日よりスコティッシュ、プレミアシップのセントミレン FC で1年間プレーした。あと、2018から19シーズン限りで現役を引退した。 2007年12月29日プレミアリーグ第20節、マンチェスターユナイテッド FC 戦では0から1の劣勢で56分から途中出場し76分に兄リオの上を越えてきたコーナーキックをヘディングで叩き込む同点ゴールを決めたこのゴールはウエストハム通算3000ゴールでもあった QPR 在籍時の2011年10月23日 チェルシー FC 戦において、相手 DF ジョンテリーから人種差別的な発言を受けたとされる。彼は起訴されたが、翌年7月13日に無罪判決が言い渡された。ありがとうございます。